唐沢俊樹、唐沢俊樹、唐沢都市1891年、明治24年2月10日から1967年、昭和42年3月14日は、昭和期の日本の内務官僚、政治家。戦前は、内務次官、貴族院議員を歴任し、戦後、自由民主党の衆議院議員、第一次官改造内閣の法務大臣を務める、一等随 自民党衆議院議員で、郵政大臣、闘争無会長を歴任した、唐沢俊次郎は次男、東急観光元会長の唐沢伊佐は老いにあたる。長野県東千区間山形村に生まれる。旧姓松本中学、現在の長野県松本福祉高等学校時代には、小さい体育に丸々としていたので、丸さとあだなされる。かなりの暴れん坊で定額になったこともあるが、 成績は抜群であった。1908年松本中学を卒業し、仙台の旧成二校に進学する。入試の成績は一位であった。二校から東京帝国大学法科大学政治学科に進む。同期には河井栄次郎、田中幸太郎、肘方成美、長野守らがいた。1915年、大正4年東京帝大を主席で卒業し、銀時計を賜る。 京里山形村は、唐沢の卒業を祝して、超鎮行列を催し、恩師の銀時計は小学校に飾られた。1915年、大正四年内務省に入省する。1917年、大正六年内務省を辞し、3年間、4年間の節あり欧米に留学し、第一次世界大戦後の世界市長の動向を研究する。1920年、 大正9年記帳し、内務省に再入省、茨城県会計課長に任命される。赴任先の茨城県では、旧西水戸高等学校、現在の茨城大学ができたばかりで、教員不足のため、法制経済担当の講師として教壇にも立った。水戸高校時代の教え子には、岩田誠、最高裁判所判事、江戸英雄、三井不動産会長、岡崎英雄、 衆議院議員、柴沼忠、東京文理科大学学長、小川栄一、藤田観光社長らがいる。その後、本省に戻り、内務省警保局図書課新聞検閲主任事務官、警保局法案課長などを経て、1931年、昭和6年和歌山県知事に任命される。1932年、昭和7年内務省土木局長となり、土木事業の中で、 砂防事業に着目する。砂防は土地収容の必要がなく、事業費の大部分が労力費であるため、当時、急防していた農村救済に砂防工事を重点事業とした。唐沢は昭和7年度に、府県に対する砂防事業の国庫補助を前年度25万円から300万円に増額し、7年度から3カ年継続事業とした。百三十四年、 昭和9年岡田内閣の後藤文雄内相によって内務省警保局長に任命される。警保局長時代の1935年昭和10年大本教の大検挙に乗り出した本事件。戦後、大本事件は宗教弾圧事件として批判を浴びたが、唐沢はこれに対して1957年昭和32年に大本教という宗教弾圧ではなく、 大本教が、信者から集めた情罪が、出口鬼三郎から右翼に流れ、右翼の活動資金となっていることを断つという目的のために実行したという趣旨の手記を寄せている。1936年、昭和11年2.26事件の責任を取って、刑法局長を辞任する。その後、大日本大育協会副会長、全国加護玉協会会長をしていたが、 1939年、昭和14年、安倍内閣の法制局長官におむする。1940年、昭和15年1月14日、貴族院直選議員に任じられた。1946年4月17日、辞任。東亜研究所上無理事を経て、1943年、昭和18年登場内閣の内務次官に就任する。内務次官としては、 戦時体制に即応した地方制度改正を実施し、東京府と東京市を合併し、東京都を新たに設置した。また、都道府県の上級単位として、各地方に地方行政協議会を設置し、各協議会会長は内閣総理大臣の直属とした。横浜事件への鉄造関与を指摘する声がある。東場内閣が総辞職すると、唐沢も時間を辞任した。 東条内閣の内務次官を務めていたことから、公職追放となり、長田正一大英社長の誘いで、プロ野球チーム大英スターズの会長に就任する。1951年、昭和26年サンフランシスコ講和条約発行に、伴い、公職追放が解除される。翌1952年、昭和27年、第25回衆議院議員総選挙に、 旧長野四区から立候補したが、落選する。1953年、昭和28年馬鹿野郎解散後の第26回衆議院議員総選挙にも、立候補したが、再び落選する。1955年、昭和30年、第27回衆議院議員総選挙に、日本民主党公認で立候補し、2位当選を果たす。昭和32年、 1957年7月10日、第一次元改造内閣に法務大臣として入閣した。唐沢は、いわゆる一年生議員でありその入閣は、異例であったが、当時、岸信介首相が掲げていた貧乏、汚職、暴力の三悪追放のスローガンのうち、汚職、暴力対策を担当する法省に、唐沢を抜擢した。法省に就任した唐沢は、 検察人事の刷新、圧戦集は以の制定に尽力した。1958年、昭和33年5月第28回衆議院議員総選挙で落選。この総選挙では、現職の法務大臣だった唐沢に加え、花村志郎、鈴木義雄、牧野良蔵ら歴代法務大臣が落選し、法務大臣は選挙に弱いという悪いジンクスが生まれた。 1960年、昭和35年、第29回衆議院議員総選挙で国政に復帰し、以後連続4回当選。1967年、昭和42年1月29日の第31回衆議院議員総選挙で当選するが、在職中に死去。76歳、友人であった後藤慶太の依頼で、後藤育英会理事長を務めたほか、 武蔵工業大学、現東京都市大学、アジア大学の経営にも当たった。廃人としても知られ、郷和紀子。ホットトギスの同人で高浜巨子に指示した。復讐に、シナノロ、草原社、1954年がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。